はい、5月1日確か金曜ランボとシングル戦始めていきたいと思います。じゃあスタートボタンを押して始めてください。お願いします。はい、5月の初めですね。最初、動画台では、水木かるた対、アリサナインフォルトっていう俺にはよくわからないキャラ、中宮遠征勢です。岐阜のあの人、スラクタイカル、まあ、この人じゃこの組み合わせなんか毎回当たるらしいですよね。遠征するとまたこいつかよってこぼしてました。今攻めてるのは、あーでも体力的にはどっちもどっちっていう感じですかね。CC に遅らせ2アバレ攻めですか。 5B6 落としてここは勝利権奪還して3を返していく。CC は当たらない。おーこっこれは 6B6A でちゃんと拾う。ゴーランチャットならないが、これは中下に対して勝利権、あーめくってこれは死にそう。しかし CC 落としてまだ生きている。ガーキャン 3C パーナッシャが体力ドット、マルグッド何か気づいてほしいそう。最後はジャンエ1本目わかる、すごい押してる。 CC これ6円間に合わなかったか。スターンが椿になって普段は見えない。あの中が結構遅いらしいんですけどね。まあ椿いなくなっちゃったんで見慣れないんでしょ、あの中段は。さあ画面を引いて椿が落ちる。バッシュで当たらない。いやあの距離当たんのかな、わからないが、さあ目がジャッと先クラッシュ取りが特殊タックルから CC まで。さあ最終ラウンド、秩序は必要なもの。レベル3アクション。トラッセンから天剣風、風当たらないわ。戦火タックルで引き上げるのが剣、風が、まあ、さっきのやつかな。さあこれは昇竜拳にちゃんとパーツン入れている。ここは昇竜拳多分あれは死んでいる。あああれが帰ってくる。そうでもない、まだ半分いってない。6B2C まだダッシュが誰帰ってきて、これはあれがいなくても勝てるのか。オーバードライブ、さあ勝利拳最後のゲージを使ってガーキャン、こっちをゲージを使っていく。いやーいやないないない、昇竜拳怒られて勝ったな。水木かる失望しましたよ椿先輩。あ、今日は椿が多いですね。動画台は高井宏さんの椿対、お茶のいざよいです。まあ同じにでしょう。若干高井宏さんがまあ見ないかなって感じですね。氷剣にする人がゲージがいっぱい、ゲージが待つ。クレスさんがもう終わったんで言ってるが、氷剣で切り返してさあここからと思いきやアルファで突き落とされて、さあ回ってこない。画面端昇竜拳、こっちも昇竜拳だが今度ガードしてる。2発目は当たる。まあ割り込み昇竜だったんでしょうがないですね。なんか昇竜拳の試合だったけど。さあ2ラウンド目下の 3C それでも当たんない。CC 捕まえた。バックスをちゃんと倒して勝って画面端、2
2に2ビーから B からなんだろう、追加に飛んだのかな。あーこの B が反対、これは受かない。2ビーで崩れて昇竜拳、あ危ない。いやー2ビーが見ちゃってよかった。なんで昇竜拳やばいやばい、これ動画台なんですよ、知ってます、これ動画台なんですよクレスさんこれ動画台ですからね、これ B 兄弟ああひどい試合、これは動画勢が大喜びですね。じゃあロセリさんとハチさん A 兄弟でやりましょうか。はい、動画台は、明石さん対大阪さん、アトラル対ライチ、どうなるんですかね、この切り合わせ。なかなかいい組み合わせだと思うんですけど。え本当に、いや俺知らねえけど、いやお前ライチ使ったんだからちょっと分かんない。ハッチーさんとロセイさんで、さあウィンタースペン勝利権ガードしてる。2ビー指導痛い、まあそしてあと50、あーじゃあウンテラーいる、ウンテラー俺と、さあ、抜いたのは大阪ライチ。
ああ、次の試合は流星対セリーザワさんです。The Wheel of Fate is turning。さあ、この組み合わせは、俺にはわからない。さあ、最後の出しろべ。そういうようなんでしょうか。まあ、それまで当たってたんですかね。さあ、ロッキー繋がらない。さあ、西カウンターだったが、ダッシュができない。幅切り、ハワイア。条件もハワイアでゲス。集団2段目はやっぱ見えない。バーサイで。雨のトップから、ダイエクだったもんね。ダイエクから、宝石切り、投げて、裏回る。これは予想外。優勢的な画面端押し付けたかったんでしょうが、バース上がって、そっち空振り、危ない。せっか、6ビンビーが当たらない。ここでガーキャン。投げは飛んでいる。斬新で投げを潰して一歩目はジン。それで接近していく。OK。今度は中段出している。まあ、やはり1段か2段あたりっていうのは見えにくいですよね。2の中段とか。まあ、使ってたのに、カッカンは入れられない。まあ、高速化自体はあれ結構優秀らしいんですね。あっ、止まってるマージン。待ってて、ロッキー。若干危なかったが。あー、ヒレンソウ。そうから落として。ここはハイジャンプで逃げていく。あー、2位。ロッキー。さあ、バーストハックしかない。条件は開かないが、まあ最後は長いジャンシーでとどめを刺して勝ったのは流星となります。さて次の試合は、はい、B 兄弟で、あ、 A 兄弟、シュワちゃんテイガーと五郎さん、シュワちゃんと光の戦士、そこまでです。画面内にと
の試合は水カレル対キヨシのニュー。さあ最近の立川の成長株水木です。ここはどんなカレルを見せてくれるんでしょうか。レベル1、あ、台上がってる。まずはコウコが当たって試合が始まる。手に小川させる。徐々にライン上げる。あれが回収が取るのが取る方向に向く。で、聞いてね。カーブして右が当たってこれは美味しいけど、テンパを使って大きめがコウコアにしてしまう。オフボードタッチ、裏に外して、いい数字力。ここはバースト D を合わせて、ここで見えたらダメージを取っておきたい。ダッシュからダメージ、さあ赤いコンボ、さあ完全にこのバースト使いどころ、どうかしよう。ダッシュで上げてくれて、さあ絡んでフォークでラインを押したいです。あーっいい感じだね。なくバース使ってお互い後がない状況。レガシーを切っていざ違ってない。下段中段やっぱりサバナーが2つ浅く始まるっていうのは僕はそうですよね。とにかくレイズも手詳しいように使って、あ、うまい。コースを止める。リバースを止める。三匹とスーツが漏れてしまったのか。これは水曜が当たって投げたくはボコッている。カーブしてコーコー早い。ゲラカード三匹が当たって、スーツが当たって、もつれてここはスーツタッカーの手投げ。手にかけたら決まったわ。3点ゲット。キーマスターアイズがここはスーツでジャストに出していく。いやー、リナクルの攻撃にダウンを立って、羽を投げてるとダンカルが飛んでくる。バイク飛び越えたと思ったんですが、ここはキックとして6人ヒット。あっ、ガンダーったが出なかったっぽい。カレル使いあるある。あっ、最後はジャンプ G がめくりできた。やっぱりシダンタの攻撃が強い気がする。攻撃がめかいっす。5人反応しか当たず、6匹のマジのカルルの手で片目の見るのが非常に濃いぞ。あらゆる自信がなくた。ここは逃げていく。オレンジがかなり大きい。アマゾンが大きい。ジャンプ取って完全に決めてダメージ。というわけで冷静に相手技対処してきました。勝ったら水木カレルです。さあ、あ、次の試合は光の戦士マーコート対、流星の陣、まあ、いつも見るような組み合わせですね。
今回はどういう試合展開になるのか見ていきましょう。まあ開幕は飛び道具押し付けてますね。飛び落としてバーサー任せる AAB カーディエタイク飛ばせきる集団カードしてるアステロこのアステロ強いな。集団は見えない。投げを抜けている集団カード今度はチャンスとこう2円を越しているC6C 3手当たらないが勇者の体になる。 C6C 昇竜拳から膝を捨て2名のいやー 6C にかかってしまう。まあさすがにバース吐きますよね。リリーの中段に昇竜拳 3C これは昇竜読みですかね。分かんないが多分勝利できるのかな。アスロジャーエーダー拾えない。ボケガードしてるボディがバリア込めたのかな。レンジャーになってるからちょっと分かんないですね。ここはラスキャンして安全に逃げていく。今のビッグバンちょっと怖かったな。さらに後までさあ島に戻ってエレッツ構えた負けうてバリガがなくて確定タッチビーでしたね。少しやるよ。ここは追いつく流星が取っていく。さあ2ラウンド目 CSC が強くて画面端今度は中段をガードしている。ザ・不完勝利をケアしながら攻めているが流星も逃げて中央に戻るインフィニットラッシュ。ここは勝利権出していく。右にバケツ読みかそれともスパイ読みか。時計はちゃんとダンスで潰してあ見てなかった。さあ 6C6D ステッカー 2C 戦勝だ。 6D に何かが漏れてバーストを切れこれはついてしまったか。勝ったら流星となります。さあこの B 兄弟の試合見たいんだが俺A 兄弟に試合になりそうだ見たいんだが。さあ次の試合は天下一品タオカ対大阪の大地この試合見ていたいんだが試合が近づいてる。この試合がさあ画面はタボさんが攻めている。ダンサク果てを持ってたらそんぐらい攻めてほしい。 BB ボディ A で攻めけ 22C ダンキャンから 4D が潰れて F スライム普段はスライディングしようとしたが K ダンサクでした。 3C ダニー B からちょっとよくわからないがさすがに知らない。最後は中段じゃあ流星実況やってまた僕です。次は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  というところで B 兄弟見ていきましょう。そうそうそう被害を食らったところで。ラ
では、ビーコ対決いきましょう。タモさんのタオカガと、流星の前でボッボコにやれしてたよ。何もしてねえ。しょうがないね。うまくいくときもあれば、負けるときもあるよ。ボーリング玉出して。こっから、FC スタートかな。ブロックの画面端。目玉ガードして。抜けて、バーストのとこに飛連装。これさっきの死にかけ飛連装をねもう分かってたけど落ちちゃった。そんなもんだよな。じゃあ流星に負ける方よくあそこでバーストしてみんなもしちゃってるよね。おーロケ飛んだ。これは画面外か。挑発して、あ画面外ではない。全然通して 2D バーストしちゃった。始まっちゃった。どこで切れんの。切れたー。画面端へ連行ドラ入れて、手段を止めて交流拳で割り込んで画面端へ逆に入れていく。さあしかし流星側もゲージがないので攻めゲージはできない。このからーい絶対 SC ジャンプ1本取り切る。これはタモさん頑張れば決勝いけるぞ。さて先手を取ったのはタモさん。素晴らしい状況を失った。こっちが飛んでスランプの形の感じで画面端は出れているが、ダメージ取ったのは流星。しかしこのダメージだったら触らないでしょうが、流星も必死見えこって。さあこれはおっとダメはデッカロックしました。中断取れてしまって、珍しいですね。ノーマル球団であんまり流星崩れないんですか。あーヤンクビーじゃなくて2D カウンター。これはここで切れる。切れたしかし流星まだバースト我慢。どこで吐く。全然オーバーダイだよこいつ。後がない。続いて座って 10-10 足りた。勝ったのはタモタテタオカがすごいノリに乗っております。決勝はタモタオカかじゃない、違う、はい、お茶。あれこの二人で白バラステージになるっけ。白バラじゃなくてあのレイチェルステージに負けだったよ。流星に大会で久しぶりに負けた。悔しい。すまんすいません。あー立川の一番強いおじいちゃんに怒られちゃう。お、よしきに勝ち越してるジオさんが解説に入ります。さて大会を見ていきましょう。これイザヨイ側が個人的には相当苦しそうな感じはあるんですが、弾が溜まった状態でイザヨイが触るとなんか一回出たこの連携、これやっちゃうんだよな。こうなるとあーチャモに沿ってバースト使わせる。こうなるとまだわかんない。はい、弾打って5玉、5玉、あっ止まった、止まった、レインアウト、消えたところに弾で刺されて冷静ダッシュ 6D、冷静にコンボをやり1800。昇竜拳ワープ、裏バッテリー、これずるい。画面合わせ連行、多分ヨシ死ぬ、これもヨシ死ぬんじゃないかと。知らない、あーすげー技入ってしまった。ヨシは死ねない。一方選手はヨシ。さすが今月、あ今月じゃない先月4月期団員全員1。しかしこの男も立川ファイブオンの私のチームメイトなので頑張ってほしいと思います。はい、戻ってらっしゃい。はい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 。さあ補正には成功せず、しかしぶっ破昇竜拳は使って 4D で引っかかってしまう。地獄が始まる。 6D 避けてゲインアウト、中段下がってきたので、これだと車輪が当たってしまうか。置き止めまでいけるでしょう。昇竜拳これはもう読んでいたスカシゲナンから画面端へ連行。しかし相手にはゲージとオーバードライブが
中段通して、中段通して、パスを使わせる。これは、あ、絶対今のであれだ。あれだってあれが出てこない。なんだっけ。ジャスティス。中段が最後に当たってしまう。今のジャスティスだったら分かんなかったな。さて決勝戦見ていきましょう。隣では流星対チャン、これも見たいんですけどね。いつも最近流星は1回戦負けなんですが、その鉄を下してるのがチャンなので、ちょっとねそれを見たいんですが、決勝戦見ていきましょう。ヨシキの今日の相手はラグナー、ラグナータオカカイタヨリタオカカなので、割とミュウ側がやりづらいキャラも含まれている中勝ち上がってきますね。1回戦は失格だったんですが、もっとついてる。あー美味しい、これ美味しい。えっ、あでも逆に美味しくなった。さあ地獄が始まるよ。しかしニューにはスープラレンジという、やっぱりほら来た、予想通り。こっから3連減っちゃうんです、このキャラクター。なんで頭の敵1周でからの勝利受けでこんな減っちゃうのか。じゃあ味方危ない危ない、あるよ。うわー、コビー暴れ、すんげる見えた。しかしこれで体力どっこいどっこい。タオカカは機動力があるため、たまなー。しかしながら様子を見たり疑いたくないたくない。だがもう何言ってるか分かんない。ヨッシーの車輪が足元がお留守ですよ。さあ回転おいしい。さあ拾いきれず、瞬間移動、ナギが使える強いキャラだ。太田優斗君から解説があり、今回はミュウのボディ 4D がレコ歩きで透かせない、これが致命的ですね。ラムダのボディ 4D は避ける、つまり天性に入るのが、入るための隙間が足りないということだな。あーやりすぎた。これは地獄が始まってしまうじゃないか。下段通して、下段が2連目だけ、もう1球をバースを使わせるところまで行く。しかしヨシキも対応がとてもうまいので、お今のよく回りました。しかしタモさんも今日乗ってるな。思って今のは分かりづらい。僕はあの大将は、お前どうせ消えるんだろ消えるんだろ消えるんだろって思っといて、あーやってしまった。バーサが恥ずかしめられてしまった。優勝はヨシキニューに決定です。おめでとうございます。なんか何も話すことなく終わってしまった。タモさん頑張ってたのに、頑張ったんですけど、いやでも最強キャラしょうがねえな。じゃあヨシキ君コメントがあればどうぞ。やっぱ第2全1は伊達じゃないんだよな。はいはい、いや確かにヨシキ超強いんだけど、強いな強いってことにしとこう。強いよ、だってこんな勝ったんだもん。はい、ということで今日の大会はおしまいで、三決どっち勝ったの。流星、あーちゃんがいい顔してる今日はダメだった、今日は流星強かったな。はい、ということで今日の大会はおしまいです。お疲れ様です。じゃあ、ここで一つお宣伝入ります。来る5月23日に、新人戦向けの、新人の方たち向けの対抗戦、今度はビッグワンバージョンです。会場はビッグワンになります。そこでまたやらさせていただきます。私が仕事がどうかわからないため、ちょっとまた竹山君にリーダーをお願いしようと思うんですが、こういう形式になりました。希望者は全員参加です。人数差はありです。で、人数差があった場合にはハンデがつきます。前回はこちらが1人多かったために先方は申告制です。はい、でじゃあ2人以上下がった場合はどうするのかといったら、相手に1枚指名権が与えられます。例えば僕が出て、僕が出た時に吉木君に来られちゃうときついけど、ディオさんだったら可能性あるかな、カルルの方が得意だしっていう時に、おいディオ来いよっつって指名することができると、そういうハンデがつきます。ただし2人以上差がついたら、もちろんそれが2枚になって3枚になってって増えていくんですが、
同じ人間は1枚しか使えません。運よく僕がディオさんを破壊できてもヨシキが出てくるっていう可能性は十分あると、そういうような仕組みになっております。ビッグワン様の方でやりますので参加費等はまだちょっと分かりませんが、5月23日に、やらさせていただきたいと思います。希望者全員参加可能ですのでよろしくお願いします。長々と宣伝申し訳ありませんでした。ありがとうございました。